カンポ・フォルミオ条約は、フランス革命戦争の講和条約の一つ。カンポ・フォルミオの和訳とも呼ばれる。この条約によって、ベネツィア共和国とジェノバ共和国が消滅した。不可侵の平和という通常の国際条項を超えて、条約はフランスに多くのハプスブルク君主国領をもたらした。譲渡された領土には、オーストリア領ネーデルランと地中海のコルフ島。 アドリア海の島々とロンバルディアが含まれた。ナポレオンは、ベネツィア政府が勘化した、占領中のフランス軍への反乱に対して300万フランの賠償金を支払わせ、同額の海軍軍需品を調発し、軍艦5隻、名が20点、古文書500巻を建納させた。ベネツィアの領土は2つの国家の間で分配され、ベネツィアイストリア及びダルマジアはオーストリアに譲られた。 オーストリアは、チザルピーナ共和国とジェノバ人が居住する、新しく形成されたリグリア共和国の独立を認めなければならなかった。条約は秘密条項を含み、その中でリグリアを独立させ、ライン側までフランス国境を拡張することを認めている。さらにフランスは、ライン側、ムーズ側、モーゼル側の自由な航行を保証された。 フランス共和国はそれらの諸川を超えた自然境界とイタリアに影響力を及ぼすことになる。コドロイポ郊外パッシリアーノのビラマニンこの条約は1797年10月18日、イタリア北東部の都市ウーディネ郊外にあるカンポフォルミオ村でフランス共和国のナポレオン・ボナパルトとオーストリアの代表であるルートビヒホン・コベンツルによって調印された。この地が選ばれたのは ナポレオンが滞在していたパッシリアーノのビル・ラマニンとオーストリア軍の本営のあったウーディネの中間にあったためである。ナポレオンは前日の10月17日ビル・ラマニンですでに署名を行ったという。それは基本的に1797年4月のレオーベンの和訳ですでに合意されたものであったが、交渉は多くの理由のために両当事者によって引き伸ばされた。 協議期間の間にフランスは、オーストリアが期待していた9月に起こる、王統派のクーデターを鎮圧する必要があった。電気作者ルイアントワーヌ・ホブレド・ブーリエヌによると、総裁政府によってその野心を疑われていた、ナポレオンは、パリに帰還して、事態を収集する必要があり、さらに予想より早く、寒気が訪れたため軍隊の移動ができなくなることを、恐れ、自分でも不満である条約を、 総裁政府の許可を待たずに締結させたという。ナポレオンの電気作家、フェリックス・マーカムは、ベネツィアの分割は、和平調停の道徳的な欠陥であっただけでなく、オーストリアに、イタリアへの足場を残していた。さらなる戦争が続くと書いた。実のところカンポ・フォルミオ条約は、ヨーロッパ地図を作り変え、ナポレオンの名声にとって、主要なステップではあったが、ただの休戦条約であった。 そして、イタリア戦役における、ナポレオンの勝利及び、フランス革命戦争の第一段階の終わりを意味、下に過ぎなかった。こうした両国の条約締結の不守備は、翌年行われた、革命戦争終結のための講和会議、ラシュタット会議の決立へと至ることになる。ありがとうございます。